だがしかしは、琴山による日本の漫画作品、駄菓子屋を舞台にしたコメディストーリー、週刊少年サンデーにて、2014年3 5号から2018年20号まで連載された。2018年9月15日に発刊されるコロコロ兄貴2018年秋号には、ゲスト漫画家によるオムニバス連作企画、コロコロ時代の一作として、 本作の特別編が掲載。カシではなく、ミニ四駆を題材にしている。2018年12月24日発売の、週刊少年サンデー2019年4.5、合併号では、終わり初めの過去を描いた読み切り、伊藤歌手が掲載された。実家のカシ屋を継ぎたくない主人公に対し、カシマニアの社長令嬢がカシの魅力や豆知識を、 ハイテンション気味に解説しつつ、主人公に駄菓子屋を継がせようと格策する姿が描かれる劇中内で現実に存在する駄菓子が登場し、現実の流行やニュースがリンクするなど現実に沿った舞台設定になっている。話数表記は歌詞。主要モデルとなる場所は千葉県富津市竹岡で千葉出地家や巨南町勝山も登場する。 ダカシを人並みに好きだった程度の作者が、没案から、ネームの行き詰まりを経て様々な設定の主人公を、考案した果てに、主人公がダカシ屋という案が通って描いた作品である。単行本の発行部数は、テレビアニメの放送開始後の2016年1月10日時点で、約160万部に達している。また、全国書店員が選んだおすすめ、コミック2016の、 ランキングベスト15では第5位に選ばれている。2018年1月時点で累計発行部数は300万部を突破している。2016年2月9日には日本全国の書店で展開された装飾コンテストの結果が発表され参加店舗156店からビレッジヴァンガード4モール下北店がユーザー投票数1位、アニメート新潟店がことやましょうとなった。 週刊少年サンデー2015年43号にて、テレビアニメ化が発表され、2016年1月から3月にかけて1期が、2018年1月から3月にかけて2期が放送されていた。とある半島の海沿いにある田舎町に住む仕方の、のつは父、鹿田洋から、実家の鷹市や鹿田、鷹市を継ぐように求められるが、 漫画家になるという夢があったことから拒絶していた。しかしある夏の日、9つの前に、枝水ホタルが現れる。9つは、都会的な雰囲気の美少女であるホタルに惹かれるが、お菓子メーカー、枝水カンパニーの社長令嬢であるホタルは、枝水カンパニーが作る鷹章屋の店長として、よを迎えることが目的であった。よは、9つが鹿だ。 ダカシの後継ぎとなることを条件に勧誘を受諾したため、ホタルは、九つにダカシ屋を継がせるべく奮闘する。自身がダカシマニアでもあるホタルは、九つの親友である、遠藤豆や、マメその双子の妹で九つに恋する、遠藤沙耶も巻き込んで、ダカシを語ったり、おもちゃで遊んだりしながら、日々を過ごすが、ある日、ホームランバーのあたりを、忘れっぽいからなくさないようにあなたが持っていて、 9つに渡し、翌日から姿を消す。冬になり、しかだ、駄菓子は、経営難に陥るが、9つは、当たりは買った店でしか交換できないと立て直しに、奮起する。新たにできたコンビニの店長をくれない豊かや、住み込みでアルバイトをすることになった、終わりはじめと交流しながら駄菓子屋を経営していくが、そちらにかまけた結果、 漫画家になる努力をおろそかにしていたノつは一年発起し、はじめや遠藤兄弟の助力も得ながら漫画を描き上げ、審査会へ参加する。審査会で漫画を告評されたノつは、木とホタルと再会する。ホタルは今度は自身の会社を起こそうとしており、そのために、ようではなくノつ自身を勧誘しようとしていた。ともあれ以前のようなホタルのいる日常に戻ったが、 9つは冬休みの最終日、ホタルから次の夏に去ることを告げられ、それまでに地元に残るか、ホタルと共に行くかの決断をするよう求められる。その後9つの漫画は奨励賞を受賞するが、ホタルにそのことを報告すると、答えは決まったとして別れを告げられる。ホタルは駄菓子に関係ない自分には、 興味がないのだと思い込んだノつは、虚脱状態に陥るが、鞘にとされホタルを追いかける。ノつの周りをかき回してしまった、自分がいなくなっても元に戻るだけだというホタルに、ノつは、元に戻れるわけがない。好き勝手を言って、また会いに来てほしいと返す。そして、当たり棒を一旦ホタルに返し、適切な手順として新たなホームランバーと交換する。形で再度受け取り、 これを見てホタルを思い出すと述べるが、ホタルは九つに結婚を持ちかけ、困惑する九つにまたしても当たった、ホームランバーの当たり棒を託して去る。1年後の夏、九つの漫画が初めて雑誌に掲載された頃、再び鹿だ、鷹市を訪れたホタルを、九つは笑顔で迎える。登場する鷹市は、ほとんどが製造、発売元の企業の許可を得て、実名のままで登場する。 参考本の巻末ページには収録話に登場した駄菓子のメーカーのクレジットが記載されている。例外としてガリガリくんのみ赤木乳業からの許可が取れなかったためゴリゴリ君という偽名で第1巻に登場している。このうちポテトフライの食べ方についてアニメ第1期第1話の重ねっ具食いを見た視聴者から製造元の東方成果に問い合わせが殺到し、 同社が公式ページで、そのような食べ方は推奨しておりませんと消費者に呼びかける事態となり、本作中でも第127話で訂正された。2016年1月8日から同年3月31日まで、TBS テレビ他にて第1期が放送された。実在するが歌詞の商品名は、原作同様ほぼ実名で登場している。また、 1> 第1話では原作にはないアニメオリジナルの他、作品パロディシーンも挿入されている。2018年1月から3月までは第2期、だがしかし2が放送された。30分枠放送だった第1期とは異なり、同じサンデー系列で連載されている、タクノミ、と分ける、形の15分枠で放送された。また、アニメーション制作会社がフィールから、手塚プロダクションに代わり、 主要スタッフも大幅に変更されている。PV が公開されると、その完成度に作者はツイッターで賛辞を送り、ファンやホタル役の竹立彩ながらも期待が寄せられた。原作単行本の発行部数はアニメ化発表からの3ヶ月間で倍増。D アニメストアによる今期何見る ?2016 等アニメ人気投票では、総合第7位アニメ。アニメ。 による2016年冬アニメ何見てるでは、第1位、ソニーコンピュータエンタテインメントによる1月放送開始の冬アニメの第1話を対象とした速報、トルネ番付で第1位、月間トルネ番付で第3位、ビデオマーケットによる2016年1月18日から1月24日のアニメ視聴数ランキングで第5位。第1話に登場した、 ポテトフライについては、本作の視聴者による問い合わせが殺到したため、製造元の東方製菓が公式サイトに回答を掲載しており、この回答ページには本作への顔文字付き隠し文が仕込まれている。また、ヤングドーナツについても、製造元の宮田製菓が公式ツイッターで本作の影響を喜ぶツイートを掲載した。2016年4月3日には、ドのニュースサイト、 アニメ、アニメ、にて、本作を見た、アニメライターの月の雫が、様々な味が楽しめて一本十円という、誰でも一度は食べたことのあるあれや、ホタルさんが惚れた、あの少年が、目印の駄菓子を再現する様子が掲載された。岡山県瀬戸内市にある、日本一の駄菓子、売り場の店内の一角にて、鹿田、駄菓子の店内が再現されている。この、鹿田、 高市の内部で陳列してある商品を購入可能である。単行本小学館、コミックだがしかし2に,に関するカテゴリー。ありがとうございます。